こんにちは、今回するお話は、私が警備員時代に聞いた怖いお話をねしたいと思います。これ私が体験した話じゃなくて、同じ会社にいた A さんから聞いたお話です。で、当時機械警備というのをねやっていました。で、 A さんとはね勤務地隣同士なんです。私の勤務地の隣が A さんの勤務地です。で、機械警備を知らない人にも簡単に機械警備とは何なのかちょっと説明しますね。こんな感じです。こう、建物って夜無人になるとセンサーが警備してるんですね。侵入センサーとか火災センサーとかが警備しています。そして異常な信号を感知すると、信号を警備会社のガードセンターに送ります。侵入センサーのが発砲すると侵入センサー発砲信号ですね。火災センサーが発砲すると火災センサー発砲信号がガードセンターに送られます。で、ガードセンターはね、近くで、この物件担当エリアの近くで待機してる、車の中で待機してるんですけど、大体警備員がね、無線で連絡します。物件、例えば物件3号に侵入センサー発砲しました。現地に急行してください。こう無線で連絡をします。そして、車の中で待機している警備員は、無線でね、取って、物件3号に侵入センサー発砲了解、これより現地に向かいますって。と応答して現地に車で向かいます。まあ、大体20分ぐらいの範囲ですね。ここからここまで一つのエリアね。こんな感じの機械警備と言います。それで、まあ、A さんがねいつものように車の中で待機してた時に、深夜1時頃ですよ、ガードセンターから連絡が来ました。A さん、聞こえますか？こちらガードセンター、物件3号に侵入センサー発砲、現地に向かって確認してください。A さん応答します。物件3号に発砲を了解しました。これより現地に向かって確認します。あ、こういうね、無線のやり取りをします。で、その時にもう A さん、嫌な予感がしてました。なぜならね、物件3号にっていうのは、出るという噂の曰く付きの物件だったからです。まあ、嫌だなと思いながらも、まあ、確認しに行くのが仕事ですからね、警備員の仕事。もう嫌だけど行かなきゃいけないですよね。で、物件3号に向かいました。で、現地に着いたらまず何するかっていうと、外周のチェックですね。外回りを見て、ガラス窓が割られてないかとか、鍵穴にこう、いたずらされてないかとか、それとあと、まあ、変なね、足跡がついてないかとか、不審者がいないとかね、そういうのを見ます。で、特に外周は異常ありませんでした。で、今度、警戒を解除して、中に入ります。それで中はね、こんな感じです。まあ、ビルなんですけど、これ1階部分ですね。ここ入り口です。入り口の警戒を解除して中に入ります。で、守衛所があって、でここに監視板があるんですよ。どこが発砲したのか、ここの監視板で確認します。1階が発砲してるのか、2階が発砲してるのか、3階が発砲してるのかね、こう発砲箇所が表示されています。だから1階が発砲してるなと、こういう表示がねあったので1階を確認していきます。店内を見たりね、こうバックヤードを見たりして、まあ、特に異常はありませんでした。結構ね、原因不明の発砲って多いんですよ。7割か8割ぐらいは原因不明の発砲ですね。だいたいね、虫だったりネズミだったり、あと風で何か揺れたりね、それぐらいでももうセンサーが発砲してしまうんです。で、警備員が到着するまで20分ぐらいかかりますから、もうそれぐらい来てみてもネズミとかもうすでにいないしね、大体原因不明ですね。それでとりあえず今回 A さん店内見たんですけど、異常がなかったんで、この守衛室に戻ってきて、守衛室の電話でガードセンターに報告をしました。こちら A ですけど、店内見たんですが特に異常ありませんでしたと、ガードセンターに連絡したんですが、その連絡中に店内から女性の声が聞こえてきました。何を喋ってるか分かんないんだけど、みたいな、はっきりと女性の声と分かるうめき声かな、そういう声が店内からしてきたんだそうです。で、その女性の声は電話を受けてる向こうのガードセンターですね、ガードセンターの人も聞いてるんです。何ですか今の女性の声って。でも A さんは人じゃなくて幽霊の声だと勝手にもう決めつけちゃって、切らないでください、切らないでください、今速攻で報告書書いてるんで切らないでくださいって、もうそこで報告書書いてあるので、そうです。報告書をこう守衛室に残していかなきゃいけないんですね。夜発砲して入荷しましたという報告書です。で、報告書の内容が、侵入センサー発砲して検索しましたが異常なし丸異常なしに丸しちゃったんだそうです。本当なら店内から女性の声が
してくるなら、店内確認しに行かないといけないんですよ。それが仕事ですからね、警備員の仕事。あまりにも怖くて、店内確認しに行けなかったそうです。報告書を速攻で書き終えて、外に逃げて、警備をセットしたんだそうです。警備をセットしたなら、まだ店内に人がいるなら、センサーに人が発砲するはず、ね、感知するはずですから。でも警備セットしたけど、店内のセンサー反応しなかったそうです。だから、人じゃないんでしょうね、その声はね。センサーが反応しないということですから。まあ、おっかなかったでしょうね。まあ、私の担当エリアにはね、こういういわくつけの物件がね、なかったんで、まあ、怖い物件はありましたけど、廃墟物件みたいなね、感じの。だから機械警備はね、こういう怖い物件もね、あるんでね、恐ろしいですね。まあ、今回はね、そんな怖いお話でした。ではまた。